五番目は株式会社三協リールのテーマに挑戦の慶愛大学サイクリングメガネの皆さんです発表の準備ができましたら発表を始めてくださいこんばんは慶愛大学一年サイクリングメガネの田村沢木大原ですよろしくお願いします 私たちは製品作りによる社会貢献をしたいと考え今回のテーマを選びましたいきなりですが皆さん UWR をご存知でしょうか実は今から私たちが提案する水難救助器具なのですそれでは新しい救助器具 UWR をご提案させていただきますまず三橋リールについてです三橋リールは創業の精神に基づき 安全に巻き取れるリールを作り続けてきましたそして作業場での安全で効率の良い環境も作り事故防止に貢献してきたことから三協リールの強みは空間の安全を守ることだと考えましたでは他にも守れる空間があるのではないでしょうか私たちは水難事故の死者数が多いという社会問題から水辺の空間を守りたいと考えました それでは今回のテーマにある製品コンセプトを発表しますそれがこちら AED のような身近にあって誰でも使える水難救助器具ですそれではなぜこの製品コンセプトの提案に至ったのか4つの課題を見ていきましょうまず2019年の水難事故では約2人に1人が死亡行方不明になっています水難事故は 他の使用事故と比べ、発生件数に対する死者、行方不明者の割合が圧倒的に高いのです。それでは現状の対策はどうなっているのでしょうか。現状の対策は広報、啓発活動といった予防策、そして救助隊による事故後の対応があります。しかし、このような対策が取られていますが、水難事故の死者数は過去17年間横ばいなのです。 つまり現状の対策には限界があるのですもし皆さんが水難事故に遭遇した際救助行動を取れますでしょうか2019年の水難事故では約半数以上で水難救助行動が行われませんでしたここでの水難救助行動はその場に居合わせた人たちが浮くものを投げる声をかけるなどといった行動が当てはまりますつまりその場に居合わせた人たちが 道具を使い救助をするということが行われていないのですなぜだと思いますかそれは現在ある水難救助器具は使用する人が限られており身近にないからです現在ある水難救助器具は救助隊や船の上で使われている救命浮きはカヌーなどのアウトドアスポーツで使われているスローロープがありますしかしこれらの救助器具は一人での使用が難しく また正確に飛ばすのにも技術や力が必要ですまた水辺に設置されていることが少ないため私たちが使用する機会は極めて少ないのです水難事故は救助の遅れが命取りになりますそこで私たちはその場に居合わせた人たちの救助行動を増やすことで死者数を減らせると考えましたそこで提案するのがこちら UWR ユニバーサルウォーターレスキューですこの UWR のポイントは従来の器具と比較して力がなくても一人で使える点ですロープをほどく必要もなくトリガーを引くだけで発射できます溺れている人を気につかまらせて流されることを防ぎ巻き取って救出しますまた使い方も直感的にわかる自由型のデザインに本体側面で使い方がすぐに確認できます 三協リールの信頼されているリールだからこそ、この救助シーンで活かせるのです。もう一つのポイントは、身近にある点です。左の図のように、事故多発ポイント周辺のトイレや自販機などに併設することで、身近な救助器具を実現しています。また、UWR は顧客ターゲットから他商品と違いがあります。図のように、UWR は従来の救助器具の持っていた顧客ターゲットの枠組みを外し、 場所を選ばない救助器具を想定しております続いて購入方法について今回3つのプランを用意しております左から順に企業や行政自治体を対象とした一括購入プランお試ししていただきやすい1年レンタルプランそして水難事故が集中している夏季限定のレンタルプランですまたこちらの本体価格はパーツごとに類似品から小売価格を算出しております こちらこれらのプランを千葉県に導入した場合の売上高を算出いたしました千葉県の海岸線と河川の5キロごとに設置した場合840台設置できるため一括購入プランで3億円一年レンタルプランで1年あたり1.3億円の売上高を想定しております市場の将来性については UWR の想定している川遊びやキャンプを含むライトアウトドア市場は 年々拡大しどおり水難救助器具の需要も高まることが予想されますそして川や海は世界共通のものなので御社の事業所も起点に全国への普及を目指し将来的には三協リールの目指すグローバルスタンダードを目指せると考えております三協リールの技術が命を救う新しい救助器具で水辺の空間を守り 水難事故の死者数ゼロの世界を目指しましょう以上で私たちの発表を終わらせていただきますご清聴ありがとうございましたありがとうございましたそれでは質疑応答に移りたいと思います質問のある方挙手をお願いいたしますではお願いいたしますお疲れ様でしたあの非常に革新的なあの楽しい、えー 内容だったと思うんですがあの具体的なその製品のもうちょっと機能のところまで何か考えられているのか、まあ、どのぐらい今ちょっとピストルみたいな感じでなってましたけどどのぐらいのこう何メ、えートルぐらいこう飛ばすとかその辺っていうのは何か考えられてましたか はいそうですね、こちらの UWR は、実際にそのエアライフの機構を参考に、私たちは考えておりまして、実際にその飛,ばす機能と飛ばす機能としてはその航空や、航空気圧ボンベというものを想定しておりまして、15から,15から30メガパスカルで空気圧を飛ばし、航空,航空,や航空気圧ボンベを搭載して約、約、ね、50メートルから100メートル飛ばすことを想定しておりまますあありりががととううごござざいいしたます。 他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。ではお願いいたします。お疲れ様でした。非常に画期的なアイデア素晴らしいなと思いました。特にあのまあ金額の算出がされている点がですねサンキュリーの社長の目に止まってたんじゃないかなと <laughs> 目があの円マークになったんじゃないかなと私はこの辺から感じております。<laughs> あの。 まあ、アウトドア好きっていうことであの多分皆さんがあの普段,普段から何かこう疑問に思ってることをこういったもので実現できたらっていうようなあの着眼点が素晴らしいなっていうふうに思ったんですけども他になんかこれ以外のなんかアイデアそのあボツになったものとかどんなものがあったか教えてください。 そうですね。僕たちがそのこの水難救助というものに着目するまでは、そうですね。あのハンガーをハンガーの先っぽにリールをつけて、その長さを調整できるものっていうものを想定していたのですが、そのあったらいいなというもので終わってしまっていたので、今回その問題を解決するというところに着目してこの u w r を提案させていただきました。素晴らしいです。あの社長室でまた具体的なプレゼンがされるかなと思うと非常に楽しみです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、では。 非常によろしいかと思いますがちょっと空気を刺すようじゃないんですがこれすでにあのこういうような形のもので救助法に使われているところがあるんじゃないですか例えば消防関係のレスキュー隊でもうすでにこういうものが確かまあものが違うかもしれませんがその辺というのは何か確認されながら 今提案されはい、えー、こちらの UWR を提案するまでにそう,です、ね、そ,のそういった器具があるというものは僕たちその、えー、認識していたんですけれどもやはりここの一番僕たちが提案したいというものは身近にあるという点ですのでその従来その救助隊で使われている救助銃というものはやはり僕たちが使うにはすご,すごくハードルが高いといいますか使う機会がない商品ですので、まあ、この今回僕たちが提案させていただいた UWR を使っても水難事故の死者数を減らすという勢いではい、えー 提案させていただきましたありがとうございますではお時間になりましたので以上で質疑応答を終了とさせていただきますありがとうございましたではこれより表彰式を始めたいと思いますまずは企業賞から発表をさせていただきますではまず最初に株式会社秋葉牧場成田夢牧場代表取締役社長秋葉秀武様前にお越しいただきますでしょうか 状株式会社秋葉牧場企業賞ユートピアのチームの企画は千葉,千葉限定キャリアインカレ2020において、わが社への提案が優秀であると認められましたので、これを承します。令和2年10月26日、株式会社秋葉牧場代表取締役社長、秋葉秀武。おめでとうございます。 では、秋間様、では、副賞の贈呈です。では、ありがとうございます。では、お一言、コメントをお願いできますでしょうか。えお疲れ様でした。おめでとうございました。 えっと今回、ですねあの数ある中でこのチームを選ばせていただいたのはですねやはりバランス感覚が非常に良かったというところがあります。プ,プレゼンというかあのご提案いただいた内容が非常にまあすぐあの理解できてまんべんなくいろんなことにあの視点がいっていたのであの今回、選ばさせていただきました。おめでとうございます では続いて株式会社三協リール代表取締役三木健太郎様前にお越しいただけますでしょうかでは賞状の自由からお願いいたしまはい。えー、賞状、え、株式会社三協リール企業賞サイクリングメガネどの、えー、基地の企画は千葉限定キャリアインカレ2020において我が社への提案が優秀であると認められ,たのられましたのでこれを称します。 令和2年10月26日、株式会社三協リール、代表取締役、三木健太郎より。ありがとうございます。では、学生向けにコメントをお願いいたします。本当にありがとうございました。楽しかったです。今回選んだ理由 なんですけども実は最後2社まで残った2チームまで残ったんですね実はこの巻取りチームさんともなんですけどまず僕たちものづくりの企業なんですものづくりで一番大事なのがやっぱり背景なんですね背景今背景イコール現状なんです現状どんな問題を抱えててそこからだんだん思いがこうしたいああしたいっていうふうな思いに変わってくるんですねそこかからら思いから形に変えて 何を実現したいのかっていうことが一番僕たちのものづくりのそしてまあサービスも含めてですけど心を突き動かすんですねでその何,を何を実現したいのかっていうことがこの人チームはかなり明確だったんですそこでずっと悩んでえ最終的にサイクリングメガネさんなんでサイクリングメガネかってちょっと今日ガッチガチ言ったんですけど <laughs> みんなメガネかけていただいてえそこでサイクリングメガネさんが一番最後ここに 思ったのが水難事故をゼロにというところの明確な使命とそれに加えて、ドキドキワクワクしたんですね、これを見て。あこれ、実現性で言ったら多分巻き取りさんの方がすごく良かったですしあの今、U、UWR ですか UWR はやっぱり僕たちはまだもう一個挑戦しなくちゃいけないハードルかなとうう思うんですね。だけどこれを見て、やっぱワクワクしたんですね。作りたい 一緒になんか作りたいなっていうふうに思ったのが一番の選定理由です。本当に今日はねあのすごく楽しかったです。ありがとうございました。そしておめでとうございます。またぜひねあの三兄流に来ていただいてこのプロジェクトチームやっていただいやっていただきたいぐらいですね。本当に楽しかったです。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。では副賞のジュですかね。お願いいたします。 ありがとうございますそれでは写真撮影を行いますのでもう少し真ん中の方へお集まりくださいスクリーンの前ぐらいに進んでください